今は良かったなと、まあ、こういうふうに思っているところでございます。みんな助けてくれます、大丈夫。アトミ学園女子大学の神谷はじめと申します。これから知床斜里町ウトロ地区の地区防災計画の説明を地域の皆様から話していただきたいと思います。どうぞお楽しみください。それではこれからウトロ地区の説明を始めます。私たちが暮らす知床ウトロ地域は知床半島の真ん中に位置しています。皆さんご存知のように世界自然遺産に登録された地域で、本当に類まれな自然景観に囲まれた地域であります。豊かな自然に育まれ、農業、漁業、そして観光が基幹産業の地域となっています。この地域に暮らす1200名、そして年間120万人を超える多くの観光客の皆さんが訪れる地域であります。ここに住む私たちはこの自然の素晴らしさを誰よりもよく知っていますし、誇りに思っています。同時にその自然の厳しさと怖さも十分知っているつもりです。私たちはここにいるみんなが助かるために何ができるんだろう、そして何をすべきだろうということの取り組みの一つとして地区防災計画を作ることにしました。ここの地域はもともと地域の方々が普段からいろんな活動を続けています。それは今に始まったことではなくて、非常に歴史も古い、そういう土壌があるところです。ご覧になっていただくと分かりますけれども、私たちが住む斜里町ウトロ地域というのは斜里町の役場から約40キロ離れているこういう地域です。3月11日に起こった災害を経て、私たち自身もここで何か起こったらどうすればいいんだろう、誰が助けてくれるんだろう、誰が駆けつけてくれるんだろうということを気にし始めました。でもこの地形から言うと、ここで何かが起こった時には私たち自身が、この地域自身が動かなければ何もできないということに気がつきました。そこから始まったウトロ地区防災計画です。一番最初の2018年7月2日にキックオフミーティングが始まりました。始まる前段で様々な方々が私たちの地域のことを心配してくださいました。そしていろいろなアイデア、いろいろな方法、勉強会、そういったものをサポートしてくれる環境が整い、私たちのワークショップ、勉強会、そして実践という取り組みが2020年3月までこの防災計画を策定するまで続きました。本当にたくさんの方々が参加してくださり、外部サポーターの存在、そして行政との連携、そして私たち自身が自分たちの地域の特徴を知ること、そして動いてみることという活動を繰り返して続けてきました。これまでの活動の中では、これまでウトロ地域で起こった過去の災害を検証したり、これは、1981年、昭和56年に起こった災害の記録を地域の方々がしっかりとまとめて、私たちの地域でどんなことが起こったのかという勉強会を開催しています。また冬にもしも大きな津波が来たらどうしたらいいだろうということで、地域のボランティア活動が行われている季節に一緒に避難訓練を開催したり、また避難所の受け入れはどういうふうに運営していけばいいのだろうかということも含めて訓練をしたり、炊き出しをしたり、皆さん地域でも行われているようなハグを体験したり、そして避難経路の確認、それと新しい一時避難場所としてトンネルの上部を利用させてもらったり、さまざまな活動に毎年取り組んできています。
今回2020年8月30日にも避難施設になっているウトロ漁村センターへ避難訓練を行いました。今回は特別でした。初めてのコロナ対応、コロナの感染防止を図りながらどのような避難所の運営ができるんだろうかということについて参加者の皆さんと体験してきました。避難所の受付の対応、検温も実施しました。消毒も行いました。そして間隔をとって今回はリモートで講義を受けました。パーテーションの作成、段ボールベッドを作り上げたり、コロナ対応の中で私たちはどう動くべきなのかということを専門家の先生たちからも大変たくさん指示をいただきましたし、こうした訓練をやっている最中もリモートで参加していただきました。私たちのこうした取り組み、地区防災計画という冊子を作り上げて皆さんに配布はしていますけれども、決して防災計画は作って終わりではない、そういった計画でありたいと思っています。現在進行形のウトロ地区防災計画です。先ほど紹介しましたコロナ対応の避難訓練の中でいくつかの課題が出てきています。避難所の課題を地域の大型ホテルの協力で解決できないだろうかという声も出ていて、協議検討を始める動きが出ています。地域のみんなが助かるために、そしてここを訪れた方も一緒に助かるために何ができるのかという取り組みは、計画を作って終わりではなくて、これからも外部のサポーターの皆さんとのつながりを大きく生かし、防災イコール助ける、生きるためにできることの取り組みを続けていくことが私たちウトロ地区の防災計画だと思っています。こうした計画はこれからの子どもたちにも受け継がれていって、この地域が末永く防災に関して命を守るために安全な地域であるという意識を、ここの町づくりの一つの大きな柱としていきたい、そんな思いでこの計画づくり、そして実践を続けていっています。防災計画を作成する取り組みを通してですね、いろいろウトロ地域のですね、実情を学べたと。地区防災計画作るって作業としては本当にすごい大変なことだと思うんですけども、未来にわたって地域を守り、命を守るためのすごい大きな武器になると思うので、それは地域にとっての本当に大きな財産だと思います。命を大切に守っていくっていうことが、ここに住んでいる地域の人たちみんなにあって、この地区防災計画を作っていく中でみんなで助かろう、そしている人たちもみんな助けようっていう形で動いていく、そういった地域の人たちが本当に素敵だな、かっこいいなっていうふうに思えたことが嬉しかったことです。命を守りきるっていうことをまず一点の目標で、そして地域の特性に合った、そして根ざした計画づくりを考えてほしいなと思います。防災っていうのはイコール町づくりにもなるなというふうに私は思っております。この地区の皆さんをと心一つにしてやっていかないとできない、ウトロ内の共同体制が私はできたなと、いうふうに思っておりまして、それぞれが自分に合った避難経路、それからどういう行動をしたらいいのかということについて考えるきっかけになってもらえれば嬉しいなというふうに思います。皆さんいかがでしたか。地域の皆様方の熱い思いというのが伝わってきたんじゃないでしょうか。ウトロ地区は非常に理想的な取り組みです。まず土の人たる、自治会をはじめとする地域の人たちが非常に熱心に率先して取り組んでいます。それをですね、水の人たる行政が全面的にバックアップです。そして風の人たるさまざまな外部からの応援団がいろいろなお手伝いをしている。まさに土、水、風が一体となった地区防災計画づくりを進めているかなというふうに思います。
地域に対する愛、家族や仲間に対する愛、そして次の世代に対する愛、そういったものを根っこに持ちながら、いろいろな人とつながりながら一歩一歩前へ進んでいくというウトロ地区の取り組みは本当に全国の模範となるものじゃないかなというふうに思います。ということで、これからもウトロ地区みんなで頑張っていきます。